はい、では行きましょう。続きです。朝まで休んで、さあ参ろうか。とりあえずこっちやんな。まあちょっ と敵は強くなりますけど、メンツがね増えたんで一気に楽にはなるとは思う。雑魚戦がすごい楽しいっすね。こうなるとサク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 倒せるし、正直レベル上げ的なことやりたいっすもん。まあ、言うてもいつも言ってますけど嫌いじゃないんでね、レベル上げは。その動画としてどうかなということでしない時も多いんですけど、言うても嫌いじゃないんで。あ、ある、チェックポイント隠しエリアでも扉はないけど、よし、宝箱発見、鉄鉱石、まあ素材系やろな。ヌスッとウサギが出てきた。怖いねこいつ。まあそんなめちゃくちゃ大事なもんは盗まれへんと思うけどな。ナイス。あとその魔力概念によるその実際のメラとかが強くなっていく感じとかも早く味わいたいですね。ホイミとかも別に強くなっていくはずやから、そうなったらメラミとかいらんやんって話にもなるんですけど、どうなんやろね。小さなメダル、磨き綱良さそう。磨き綱絶対いるよな、火事に。よりこう強くできんねやわ。いいね、ドロップキック、スイ。全然盗まへんやん、普通にガチ殴りしてくる。ナイス。この攻撃して HP 回復もやばいな。至れり尽くせりですね。でもということはやっぱり昔のドラクエに比べて戦い方の幅みたいなのはもう絶対に広まってますよね。全員回復とかあったっけ。満タン、ほぼ満タンに。よし、いいね、めっちゃ早い。すごい戦い方の幅が広がってそうで楽しみ。まずは喋る前に一通り触る。よし、なんだお前たちは、なんだ血見合ったか。ここから先はサマディ王国の領地、先に進みたくば通行手形を見せろ。兵士にほむすび通行手形を見せますか。はい、見せました。うむ、確かに通行手形に間違いない。よし、通っていいぞ。ありがとうございます。お邪魔いたします。ほむすび領に、サマディ領に到達。うわー、キメラや、いいね。しかも2匹ゾーンかな、あれちょっと怖いな。ちょっと光ってますね、若干光ってます。火の息、やっぱキメラ見た目いいな。私T シャツ、ドラクエの T シャツオフ会とかでよく着るんですよ。わざと着ていくんですけど、それキメラ書いてあるんですけど、かっこいいんですけどね。そんなダサいやつじゃないですよ、あのかっこいいやつですからね。あの普段でも着れるような T シャツですよ、ドラクエ T シャツで。確かそのビームスとコラボで作られた T シャツなんですけど、その T シャツ着ていくんですけど、それもやっぱりキメラががっつり描かれててかっこいいんですよ。ここかな、サマディ王国、ここでしょうね。やばっ、うわー、うわわわわわわわ、こいつらも連携やってくんのか。今全員ゾーンっぽかったんよ、やっばー。ゾーンマジ警戒しやね。というか全員ゾーンやったら連携のことを警戒してガードでもいいかもしれんっていうレベルやん、これ怖っ。セーニャがゾーン入ったけどゾーン技は使えない。神はあれが使う、火炎陣が使えるけど、もう倒してしまった方がいいと思うから、ここはもう狙いに行った方が。よし、ちょっとねセーニャのねスピードが遅いっすね。あのもうちょっと素早くないと回復役としては辛いかもしれないですね。力の種持ってたレアアイテム、よーし、獲得したゴールドの総額が5000ゴールド以上になった。ゴールドを呼ぶ男、私のことだ。さあちょっと待ってください、種使っとこう。力の種もらえんねんね、ブラウニー。まあ多分確率はめっちゃレアだと思いますよ。
ガチで頑張らないと貯めることはできないでしょうけど、ちょっとそういうのもやりたいな。すぐ脱線しようとするから。サマディーチ城下町神田、はい、にぎわってますねお姉様、ま、なんだかお祭りが始まるみたい。そうなの、まあ、確かにすごいにぎわいですね。ははん、なるほど。ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。そこで馬のレースが行われる。ほうほう、競馬や。前にここに来た時年に一度特別なレースが開催されるって聞いた。ダービーや。きっと今はそれで賑わってるのよ。うん、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大樹の枝だからな。忘れんなよおちびちゃん。何よノリが悪いよね。勇者こんなやつはほっといて、この街を楽しみましょう。イチャイチャすんなよ。だからもうそう、めっちゃイチャイチャしやがるな。馬のレースは一般の者も参加できるやって。もし参加したかったら西側のレースハウスからレース場に行くの。マジで竹勇者やで俺。何何何、今見えへんかった。サバンナのなんちゃら、何撮りました今。サバンナの水、うわもう素材やな。え、ちょっめっちゃ参加したいな馬のレース。勝つぞ。今話題になっとるシルビアという男、この前キラリと見かけたがの、背が高くてキリッとしたハンサムじゃった。わしがもう少し若ければデートに誘ったんじゃがの。なんなん話題になってるって、マジで話題になってるぐらいイケメンってこと。そんなやついる？すごいな。シルビアという男、女みたいな名前ですけどね。馬のレースを見にこの国へ。いや違います。まあそういうやつに見ててください。もうじき年に一度のビッグレース、ファーリス杯が開催されるんです。ファーリス杯は王子様の誕生を祝って開催する。え、ファーリス王子も今年で16。うわみんなもう16歳ばっかりや。優秀と噂の王子様が満を持して出場するんです。今からワクワクが止まりませんよ。やらせちゃうやろなこれ。あら、あなたもサマディが誇る強くてかっこよくて高貴で優秀なファーリス王子の勇姿を見に来たのね。けど残念ながらお会いするのは無理ですわ。だって大ファンの私たちですらお会いしたことないんですもの。会ったことないねや。顔見たことないねや。へこむで結構。オフ会で出ようたらへこむパターンやで。ファーリス様ったらとっても優秀なのに、その勇姿を私たちに見せてくださらないの。でもその奥ゆかしさが素敵。あ、どんな時も王子様のことが頭から離れないわ。いや、オフ会で出ようたらびっくりすんで。え？って。こんな普通のおっさんやんみたいな、まあ、まさに私が皆さんに抱かれる感想ですけどね。全然やんみたいな、ただの おじさんやん。うちの旦那は騎士でね、レースの練習でお腹を空かせて帰ってくるから。騎士の意味間違ってない？騎手じゃないの？まあまあまあ、ただまあまあ馬術という意味ではそうか。いや、この王国には珍しいものがたくさんありますが、いくらお店を回っても飽きませんよ。え、珍しいものに大樹の枝というものはなかったかって。そういえばサマディの国宝にそんなものがあると聞いたことがあります。王様に聞いてみればわかるかもですね。と、王様は中央の階段を登った先のお城の中におわしますよ。珍しいものってどんなんがあるの？金のブレスレット売ってる。条約層、エコナーネや。より回復するってことね。はい、うちは王国の騎士たちも御用達の店だよ。ファーリス杯を見ていくついでに切れ味抜群の武器もどうだい。さあ武器、おお、うわ、ええのあるわ。高いわ。うわうわ、ええのあるわ。バトルリボン、何じゃこら。攻撃力プラス17、すごいな。広い範囲を攻撃できる戦闘用のリボン。あ、無知ですか。どっちがいいんやろ。妖精でも杖の方がいいような気がするな。物理攻撃よりやっぱ魔法を活かせたいですね。まあ、なんでかっていうと回復できるから結構 MP が無駄にならないので、ちょっと妖精の杖買ってあげようかな。はい、ベロニカ、はい、装備して、あとはね、セーニャに鉄の槍とか装備させたらそらめちゃくちゃね使えますけど、鉄の槍装備させ、あ、どうしようかな。鉄の槍装備させようか。僧侶といえば鉄の槍のイメージではある。よし、 OK、まあ、槍技とかも覚えるんでしょうからね。これ鍵ね。うわ、ガチで魔法使いの感じの魔法使いの人がいる。
何でも特定のモンスターの中には長く生きすぎたことで転生して姿や名前が変わった魔物がいるそうよ。そういった魔物は滅多に現れない分すごく貴重なものを持ってるんですって。一度でいいから会ってみたいわ。出会ったことあるよ。貴重なものを持っとったん、あいつ。出会ったことあるよ。これスキルさ、ちょっと待って、盗む、神の盗む持っといた方がいいな、これ。ダメだ、これ。次これ取ろう。そういうやつから取らなあかんねんやわ。あ、ホムラからですか。いいですね。私も温泉入ってのんびり過ごしたいですな。防具屋とか武器屋でも絶対一言言いよるんですよ。一言うるさいね。なんだこいつら、ほんま。うさ耳バンド、いいね。うさ耳バンドと今編みタイツですからね、かなりいいですね、見た目は。でもあんまり買い物したくないのよな。買うよりも作りたいですよね。もう本当に愛されるより愛したいんで、買うよりも作りたいな。着るとセクシーな踊り子姿になる。これはちょっと気にはなるな。見交わし率が上がるんや。セニアさん装備させる。はい、成金ベストをもう捨ててしまう。ちょっとさすがにね、強さが違いすぎるからな。レザーマント、強いな、これとかも。ベロニカがね、意外と装備できないんですよ。ウサ耳バンド、バニースーツ、アミタイツとセット、セットで装備すると見た目が変わる。よし、買おう。あとはバニースーツや。あとはバニースーツを買えばいいのか。よし、当然買いに行こう。ないから作らなあかん、頑張って。よし、お金がつい使いました。宿屋にも泊まっておこうかね。年に一度のファーリス杯ですからね、と。はい、泊まります。泊まるプラス宿屋探索。お、ごめんなさいね、失礼します。この国馬が多くてさ、うっかり落ちてる糞を踏んづけしまって彼女の機嫌を損ねちゃったんだ。なんでやねん、許したりや。それぐらい頑張って大金をはたいて旅行に来たのにうまくいかないもんだな。もう踏んだり蹴ったりだよ。やっぱやん、この人ったらどんくさくて、さっきから馬の糞を踏んでばかりなの。せっかくの旅行が台無しよ。こんな馬臭い人と一緒に歩きたくない。どうせ付き合うならファーリス王子みたいなハンサムで何でもできる彼氏が良かったわ。まあ、馬の糞を踏んでばっかりというか、韻を踏んでばっかりなんやけどね。よっしゃ、魔女っ子バイブル。え、魔女っ子バイブルって。ランタンステッキ、魔導士の杖、魔女のターバン、魔女の服、魔女の手袋。いいね、魔女装備。そしてターバンも手に入れた。うさ耳バンドしてるから神渡りにターバンいける。よし、魔女装備か。まあ言ってもバニースーツ着させるからな、あれやけど。美しそう、魔女装備に必要そう。まもなく邪悪なる神がクククググー。え、知っとんな、なんか知っとる、ジジイ。夜になると起きよるかな。まあ後で、あ、これ後っすね。ビアガーデン、ビアホール、サマディ名物サボテンステーキをご所望なのかい。サボテンステーキやばそう。なんか実際ありますよね、サボテンステーキって。メキシコかどっか。まずそうやけど、だったらすまないね。今ちょっとサボテンステーキはお休みして新たな味を研究してるんだ。そのためにサボテンゴールドが持っているゴールドサボテンを材料に使いたいんだけど、私は魔物を狩るなんてとても無理だ。クエストか。よし、オッケーオッケーオッケー。ゴールドサボテンを倒してサボテンゴールドを倒してゴールドサボテンを手に入れる。ややこしいな。はい、やってくるわ。オッケー。ゴールドサボテンを落とす。サボテンゴールドはサマディ王国の南西のキャンプ地周辺に稀に現れる転生モンスター。はい、了解。サボテンボールもたくさん出るから 3D の画面で見たら分かりやすくなる。あー、そういうことか。ゴールドサボテンは1個でいい、そういうことか。そうです、そうです、そうです。 3D で見るとシンボルが見えるから、シンボルエンカウントやから、だからそのサボテンボールだけを見てエンカウントしろっていうことを言っとるんですね、多分ね。あら素敵な鬼。あ、まあ、します、します、します。パフパフします。はい、行こう。
ちょっとついてこないでくれます？ついてこないで、恥ずかしい、ついてこないで、もう星の番人、果てなく砂漠の広がるこの不毛な大地に、なぜサマディの民は王国を築いたのか、その謎を解くため建国の時を紐解こう。ここサマディに王国を築いた勇敢なる先祖は星の番人と呼ばれていた記憶が残っている。その末裔がサマディ王家と推察できよう。星の番人という呼び名の意味は知る由もないが、サマディが騎士の王国と発展したことや多くの関所があることにも関係がありそうだ。おー、星の番人、星のなんちゃらみたいな。で言うと、あの DS のドラクエをちょっとだけ思い出すな。あら、そんなにいっぺんにお相手できないわよ。そらそうやろ。はい、勇者は一旦仲間たちと別れた。いや、そらそうです。はぁ、風呂やモロやん、見とる。いや、これ見とる。あいつ 2D で見とるから絶対バレてんねんな。明かりを消して暗くしてもいい？はい、消すわよ。パフ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 、めっちゃパフパフさ、これは気持ちいい。うわ、3のパターンや、最悪や。どうだ坊主、わしのパフパフはいいだろう。私のお父さんよ、パフパフがとっても上手なの。わはは、じゃあわしはこれで。3のパターンのやつです。3ならここから出られるんですけど、移動できるんですけど、わしの娘に変な気を起こさぬようにな。わはは、どう、肩こりが治ったでしょ、また来てね。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、肩こりを治したかったよね。うん、肩こりを治したかったから、俺は最初から。だから行こう。よし、さあ、シルビアっていうすごい旅芸人が来てるんだ。あ、芸人さんですか。はーい、マーリサイの開催に合わせて王国を抱えるサーカス団も特別なショーをやるそうで、子供が見たいって言うんですけれど、なんでもシルビアという名のすごい旅芸人が来てるらしくて、チケットが完売なんですと。困りましたわと。おー、シルビアさん、これシルビアさんじゃないよな。くる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 の人。さあさあ、ファーリス杯を記念してサーカスが始まるよ。サーカス、しかもなんと今回はあのかの有名な旅芸人シルビアが出演だ。見なきゃ損損。さあいらっしゃい。ほう、サーカス、サーカスはもともとあって、なおかつ旅芸人がおるってことやね、これね。音消えた、すいません。行こう、さあ行くよ。どういう状態？ここで先入るよりちょっと楽屋見に行ってみるか。まず楽屋チェック、これか。ふふん、こんな場所まで忍び込んでくるなんて、来るだなんて。さては私のファンね、やっぱシルビア女か。うん、やっぱりね、そう思ったわ。こんなかっこいいファンがつくだなんて、私の名も売れてきたようね。今度ここで私のショーを開くの、絶対ロマンチックな夜に見せてみせるわ。ぜひ見に来てね。違うのかな。私このサーカスの団長をやっております。毎年ファーリス杯の前には盛大なショーを開かせていただいているのですが、今年はあの有名なルローの旅芸人シルビアさんが出演するとあって、例年以上の売れ行きなんです。シルビアさんがうちの団員になってくれればどんなに素敵だろうと思うんですが、自由を愛する身だそうで断られるんです。シルビアさんじゃないのか、この人は。ちょっとわかんないですね。名乗りはしないですね。違うのかもしれんな。ちょっとわからんね。なんかそれっぽいんですけど、他の NPC とちょっと見た目が違うっちゃ違うんですけど。あら、お客様ごめんなさいね。今度のサーカスのチケットはもう売り切れちゃったの。そうなんや。シルビアのショーがあるってチケットも争奪戦。シルビアは男っていう情報もあるしな。え、シルビアさんに会ってきただって。あ、やっぱあれシルビアさんや。しかもお話ししてきただと。なんて羨ましいんだ。俺だってシルビアさんと話してみたいぞ。いや、右の奥行かはったら言い張りますよ。ね、右の奥行かはったら言い張り。お、馬や。見事な毛並みの馬だ。この先はレース場の観客席だ。今はレースが開かれていないから通すことはできぬ。すまんな。レースやりてー、早く。あたしもモグパックンよ。はいよー、パッカラ。何や、モグパックンって。さあ、先頭はモグパックン、ぶっちぎりだ。
これは自身が持つ大会記録を塗り替えてしまう勢いだぞ。それを追走するのはモグパックン2号。めっちゃしょうもないやん、めっちゃしょうもない。両方モグパックン、モグパックンっていう馬がすごいんやな多分。モグパックンがもう2頭がモグパックンをかに勝たなあかんねんな多分。うむ貴様、なんだか見慣れない格好をしているな。怪しいやつ、さては噂のなんてな、ははは冗談だ、異常なし。あるやん、ここに思いっきり女の子の異常が。ここね、私の特等席なの。サーカスのショーが開かれるとね、歓声がわーって聞こえるのよ。寂しいな、チケット買うてもらえよ。ここは何？いやいい足してるよな、あんたもそう思うだろう。馬の話だよ、みたいなことかな。ほらね、馬の、あの馬の足。この人ったら年がら年中馬のことばかり。少しは私のことも見てほしいものだわ。私がかっこよくて優秀と噂のファーリス王子のファンになったら、馬ばかりの夫も少しは嫉妬するかしら。いるよなぁ、ほんま競馬大好きな人はほんま好きですからね。今度のファーリス杯が王子、ファーリス杯、王子様が絶対に勝つ、そう私の勘が告げているのさ。自慢じゃないけど、私は生まれてこの方はずっとレースを見守ってきたのさ。王子様が勝つ、これは間違いないよ。いやぁ、私が勝ちます。あなたの悪いが、あなたの想像通りにはならん。伝統のファーリス杯開幕迫る。王国の誇る新生ファーリス王子初参戦。名騎士オグイは王者防衛なるか。オグイってやつがまず早いね。騎士たる者、信念を決して負けず、国に忠節を尽くす、弱きを助け強きをくじく、どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう騎士道三の誓い。騎士たる者、信念を決して負けず、国に忠節を尽くす、忠を尽くせ。これを守るのが騎士道ってやつらしいぜ。俺にはとても守れる気がしないぜ。まあね、馬いっぱいおるな。今年のサーカスは一味違います。シルビアが来訪ですと。さぞブリリアントな夜になるでしょう。ブリリアントな夜、ブリリアントグリーンという人いましたよね昔ね、まあ、今もいるでしょうけど、あの人結構顔好きでしたけどね、あっさりして。ここの馬たちは球児に備えていつでも出動できるよう待機している。あーそうか、一応戦闘にも駆り出される可能性ある。一応騎士やからね。こんなところで何をしてるかだって、それは決まってるじゃないか。幸運を授かるためのおまじないさ、運が作ってね。あ、そっちか。馬になりきれば今日こそレースの予想もきっとうまくいく、そんな気がするんだ。ヒヒーン。もうすぐファーリス杯だというのに、うちの馬機嫌が悪いらしくて走りたくないって言うんだ。こうして練習できないままじゃ、オグイや王子様にはどうあがいても勝てないよ。困っちゃうな。どうして馬よ。お前が俺と一緒に頑張るか。騎士の馬だ、どうやら機嫌が悪そうだ。なんか人参的なものも。お兄ちゃん、旅の人をひょっとしてお馬さんを見に来たの。じゃあお馬さんいるところを教えてあげる。すぐそこの建物がレースハウス、レースに出るお馬さんが待ってるところなの。レースハウスを抜けた先がレース場、お馬さんが走るところなの。オアシスの上に浮かんでるんだよ。私の必勝法を使えばレースの予想も百発百中、多くの皆さんが巨額の富を得ているんです。長年の研究の末、私が編み出した必勝法を知れば、次のファーリス杯も予想的中間違いなし。うさんくせ。この情報は非常に秘匿性の高い情報ですね。かましや YouTube 広告は。このおじさんもっともらしいこと言ってるけど、どうもうさんくさくて信用ならないわ。だけどこのところ負けが込んでるし、この人の予想を信じて王子様ではなくオグイにかけてみるのもありかしら。なるほど、ド本命の王子ではなくオグイ。まあオグイがでも実質本命硬いやん。オグイにかけてもそんなに上がらんでしょオッズ。オグイと王子以外にかけないとね、勝負するなら王子様勝つと思うだろう。いや、いいえ。なんであんた分かってないな。あの誉れ高きファーリス王子だぜ。オグイなんかに負けるはずがないぜ。みんなが王子に期待する気持ちも分かるし、確かに王子はすげえんだと思うけどよ、俺はレースの実力に関しては疑ってるね。数あるレースでぶっちぎりの成績を残してきた名騎士オグイと名馬モグパックンがそう簡単に負けるとは考えられないな。そらそら王子だって実力未知数すぎる。王子ってだけやもん別に。一番嫌いなタイプや。バクラバー砂丘の凶悪な魔物たちという本だ。今回の特集ではサマリ王国の北に広がる不毛な大地、過酷なバクラバ砂丘に生息する恐ろしく凶悪な魔物たちを紹介したい。ワイバーンドッグ、砂漠を駆ける大型の魔獣、夜行性のため日の明るいうちは眠っている、凶暴につきくれぐれもお子さんのよう用心せよ。デスコピオン、砂漠の殺し屋と呼ばれ多くの騎士を亡き者にしてきた巨大な魔獣、砂丘の最深部をねぐらにしているという砂漠クジラ。
リューサーを泳ぐ幻の巨大生物、頭部のサボテンの香りで獲物を誘い捕食する、砂漠の主とも言われるが姿を見た者はいない。怖っ、いっぱいおるやん、いっぱいおるやばいやつ。よし、ちょっとお馬さん見に行こうか。ん、ここはレースハウス、王族控え室、王族だけはここ。ファーリサインの登録はすでに終わった。マジか、誰か怪我でもしない限りはファーリサインに出動することは不可能。よし、誰かを怪我させればいいのかな。ていうか誰かが多分怪我するんやろな。王子が怪我することはないでしょうから、オグイの代わりにオモグパックに乗るんかな。こんな風に馬の世話をすることが足の生きがいなんですわ。この馬たちがレースに出てたくさんの観客を楽しませると思うと嬉しくて涙がちょちょ切れちゃいますねと。どうどう、ほらいい子にしないと本番は飯抜きにするぞ。あかんの、虐待すんの、そういうことを、そういうことをするな。スキルの種ゲット、スキルの種。オグイの馬モグパックを見たか、見てない、それはいけない。オグイと共にパドックにいるはずだから見てくるといいよ。スキルの種ってスキルポイントがもらえるってことかな。それともスキルを使った時の強さ、スキルポイントが少しだけ増える。マジか、そんなんあんねや。有限じゃないねやな。有限って言えるかもわかんないですけど、手に入りそうですよね。別にドロップとかで、レアドロップで。前大会では僕がぶっちぎりで勝たせてもらったけど、これがオグイか。強大なライバルがいる、久しぶりに心がうずいてねと。これがオグイやな、モグモグモグパックンや。騎士にとって馬はかけがえのない友だから、こうして彼らの世話をするのも立派な騎士の務めなんだよ。ヒヒン、なんだ迷っちまったのか。そこの門を出たら城下町の入り口だ。戻りたいのであれば門を開けてやろうか。はい、ありがとう。サマリー城に行きたければこの上の通路に登ってから周囲をぐるっと伝って城の方へ進むんだぜ。この先はレース場だと。馬に乗って行くということですね。 OK、 よし、ではこの辺で一回セーブして、次はお城の方に行ってみたいと思います。見ていただいてありがとうございました。